東京都立多摩教育研究所は1987年に設置され2001年に廃止された東京都の機関。壁地教育の研究、東京都の多摩地区、当初地区の教職員の研修、多摩地区の教育相談などを行った。東京都立多摩図書館、東京都多摩教育事務所、東京都立多摩社会教育会館とともに、立川市西区町の東京都多摩教育センターに、 入居した。東京都立教育研究所と連携し、企画係、研究研修室、教育相談室を持った。2000年時点で、職員数34名。2001年の改祖により、東京都立教育研究所、東京都総合技術教育センターと統合され、東京都教職員研修センター、東京都教育相談センターになった。 東京都教職員研修センター事業概要、平成27年、ABC 国立国会図書館図書館研究所、図書館情報学における研究開発、研修交流のあり方に関する、予備的調査、図書館研究シリーズナン、no. バー 36P38。 p48 から 49ISBN978 から48億7582万5623教会書式と摩教育センター日本経済新聞地方経済面東京1987年5月8日15ページセンターの概要東京都教育相談センター遠隔東京都教職員研修センターありがとうございます